事業の発展は人にあり。日立製作所創業者小平波平は、人材こそが企業の財産であると考え、創業当初から技能者養成のための機関徒弟養成所を設立するなど、人材育成を重要視してきました。以来国内では即戦力を育てる日立工業専修学校を開校、海外の各拠点でも教育制度の充実を図るなど、単に技術を磨くだけではなく、ものづくりの心を伝え、国や人種、文化の違いを超えた広い視野を持った人材を育てるべく活動しています。そうした中、日立グループの技術者は幅広い分野にわたる事業を支え、2年に一度開催される技術者の世界大会でも常に多くのメダルを獲得するなど、高いスキルを維持しています。そして今、ここ中国でも日立建機中国有限公司が設立した学校で、次世代を担う人材の育成が行われています。中国内陸部の工業都市、安徽省合肥市。ここに日立の建設機械製造拠点、日立建機中国有限公司があります。その敷地内で学んでいる若者たち、ここは合肥市の地元訓練学校と協力して設立した技術養成校。およそ300人の生徒たちが技術向上のため、学科だけでなく溶接の実地訓練などにも取り組んでいます。也比较容易简单，比较容易理解，上学也挺生动的那种感觉。我觉得培训学校的环境还好，设备的话。休憩時間を利用して生徒たちと話す一人の男性。先方常務副総経理。日立建機中国設立以来、社内環境の整備、とりわけ教育制度の充実のため奔走してきました。2人とも日立に入ったことは非常に良かったと。うちの訓練校に入ることはですね、一つの競争ですよ。現在では2500人以上もの社員が勤務し、油圧ショベルの年間生産量が世界最大規模の生産拠点となった合肥工場ですが、1995年の設立当初は小規模でのスタート。最初の課題は日立建機の技術を伝えることでした。人数も少なかったので、わずか300人くらいでした。で、その後はですね、上場拡大して、どうしてもやっぱり熟練校はですね、必要ですので、しっかり勉強しないと進められない。そこで多くの日本人従業員が技術を伝えるべく中国へ渡りました。そのうちの一人、突破田正明。合肥工場設立以来、中国の技術者育成に尽力し、足掛け10年近く指導してきました。レベル的にはもう溶け込みとか外観とか、そういうのは全然もう気にしなくて、溶接されてればそれでいいみたいな感じです。実際にやってみせて、同じように真似してもらって、これから始める。突破だら日本人社員の指導もあって、その後社員の技術水準は徐々に向上、事業は順調に軌道に乗っていきます。しかし、中国の国土開発が進み、油圧ショベル需要の急速な増加に対応して合肥工場の生産能力を高めていくと、技術者不足が新たな問題となって浮き彫りになっていきます。製品の品質をキープするためには、入社後即戦力となる人材の増員が必要不可欠でした。
こうした背景から日立建機中国は事業のさらなる発展を支える技術者を現地で育てようと2007年9月技術養成校を開校したのです。努力を惜しまず時代とともに成長し日立を支え社会に貢献するを校訓にし、3階建ての校舎と大講堂運動場などを備え、およそ300人の生徒たちが学ぶことができる技術養成校。溶接、組み立て、塗装、機械加工など6つの専攻科目を開設し、地元合肥市の職業訓練校とタイアップして募集した若者たちが2年間座学に加え実地訓練にも臨みます。他把他们每一项的技术都认认真真的教给我了。我们在工厂里面，好多老师傅都带着我们，也学习了好多有用的社会经验啊什么的。生徒たちはここでさまざまな技術を身につけ、同時に多くの人生経験を積み、一人の人間として成長していきます。そして成績優秀者は卒業後、日立建機中国および関連会社に入社します。具有一定的专业基础知识，了解公司的规章制度，掌握还有一个 要有一定的那个，就是我们还进行这个德育教育，要有这个好的品质，要知道怎么做人。首先知道怎么做人，才能做好事情。現在は経験豊富な教官の下で、多くの生徒たちが学んでいる技術養成校。しかし開校当初は。指導に当たる教官が足りませんでした。最初はですね、ほとんどいないので、うちの日本人の幹部、先生に成り代わってですね、教育者として頑張ってもらったんですね。と言ってもですね、やっぱり日本で実践の経験を持っていても、人を教育することはできる人とできない人いるんですね。日本人の先生の皆さんはですね、だいぶ苦労された。日本人だけでなく中国人社員もコミュニケーションの図り方を模索し、言葉の壁や文化の違いを乗り越え、少しずつ前進していった技術養成校。社員から生きた知識技術を学べる環境を整え、即戦力となる人材を育てるシステムを確立。現在では技術養成校の卒業生社員が現場経験を積んだ後、講師として後輩たちを指導するケースも増えてきています。因为我们做学生的时候，然后平时老师跟我们讲注意什么地方，而且平时的一些我们做学生从这个过程过来，然后一些心理过程，然后很多都适合现在的工作，心理状态的一个调整，起到一个重要的作用。日本から中国に渡り。技術指導に当たってきたトッパダも、現在の従業員たちを頼もしく感じています。副課長とか、あと主任とか、そういうポストに今みんなついてて、我々の日立イズム、そういうのがやっぱり根付いてきて、しっかりしてるなと、人間的にも随分成長したなというふうに思ってます。すごい前向きです。もう何でもこう吸収したい。だからその新しいことに対して、どん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 トライしていく。日本から中国へ受け継がれ、より大きく育まれようとしている日立の技術、そしてものづくりの精神。人材育成を積極的に推進してきた結果、合肥工場の生産能力は質量ともに向上し、世界最大級の油圧ショベル工場にまで成長しました。そうした中、日立建機中国はさらに生産能力を高めるため第二工場の建設に着手。今後も技術者を増員し、事業拡大を図っていきます。育成校はですね、やっぱりこれからも続けるし、あと規模はですね、さらに大きくしなければならないと私認識してるんですよ。
第二工業団地で1000人規模の勉強できる場所を作りたいんですよ。知識イコール発展、知識イコール力、徹底しないとうちのこの工場はですね、さらなる発展もないです。これから先どんどんこう大きくしていくにはですね、中国人と日本人がお互いの文化ですとか習慣ですとか尊重しながら同じ方向に向かってですね、やるというのが大事だと思ってます。そのためいろいろなコミュニケーションを高めるようなこともやってますし、地元に対してですね、貢献したいと、そういう気持ちは強いです。人材育成への取り組みを国境を越えた協力関係のもと、地域と一体となりながら推進している日立建機。技術養成校の生徒たちは今日もそれぞれ高い目標を掲げ努力を重ねています。我希望十年后我希望就是现在我可以下到现场，然后经过现场，然后磨练我自己，然后慢慢的提高自己的技能。我希望做更大更好的事业。但是他觉得自己学了技术以后，为了以后的人生的路途可以更好的一点。日立製作所創業以来、事業の発展は人にありという方針は世界各地でグループの活動を支える柱となって引き継がれています。日立グループはこれからもグローバル企業として人材の育成に力を注ぎ、幅広い活動を展開しながら人々の豊かな暮らしづくりに貢献していきます。